皆様こんにちは。この動画ではお家の御用聞き、家工房で2022年3月度に開業いただいた加盟店さんの開業支援の実績についてですね、ご案内をさせていただきます。なお1月とですね2月に関しては開業をさせないということで運営をしておりまして、3月度はその分ですね開業した店舗が非常に多くて12店舗の加盟店さんに開業いただいております。ですので店舗の数が多くなっておりますので、前半6店舗後半6店舗に分けてご案内をさせていただきます。それでは前半の1店舗目ですねをご案内させていただきます。まずこの1店舗目 A 店ですけども、中部地区で開業いただいております。配布したチラシの枚数ですね、これが約36,000部、そしてスーパーバイザーが常駐している3日間でお電話いただいた件数が10件、お見積もりにお伺いをさせていただいた件数が8件、お見積もりをしてご制約いただいた金額が198,548円となっております。続いて B 店ですね。 B 店は九州地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約2万部、3日間でお電話いただいた件数が10件、お見積もりにお伺いをしてご制約いただいた件数が6件、金額が89,300円となっております。続いて C 店ですね。 C 店は東北地区で開業いただいた加盟店さんになります。チラシの枚数が約3万部、電話いただいた件数が10件、ご制約いただいた件数が8件、金額が26万円となっております。続いて D 店ですね。 D 店は関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が21,000部、3日間でお電話いただいた件数が16件、ご制約件数が11件、金額が327,000円となっております。続いて E 店ですね。 E 店も関東地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約27,000部、お電話いただいた件数が14件、ご制約の件数が5件、金額が156,700円となっております。それでは前半の部、最後 F 店ですね。 F 店は関西地区で開業いただいた加盟店さんになります。配布したチラシの枚数が約27,000部、お電話いただいた件数が7件、ご制約いただいた件数も7件、金額が209,200円となっております。以上が2022年3月度にお家の御用聞き、家工房で開業いただいた加盟店さんの開業支援の実績、前半の部のご案内となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。